連行連絡航路の可客船。当時最新の機関を備えた高速船として1937年に建造された。太平洋戦争後期の1944年10月にアメリカ海軍の潜水艦により撃沈された。なお、大連機船も同盟の貨物船国竜丸を同時期に運航しているが異なる船である。大阪商船は 命令航路として大阪大連航路の過客船を運航していた。1930年代に船舶改善助成施設など政府の補助金交付による新型商船の建造が進む中、大阪商船は女性対商船以外にも独自の船室改善を図ることにした。そのうち満州国建国などで需要が高まっている。 大連航路増強のために計画されたのが、国流丸と、応緑丸からなる、国流丸型火客船である。国流丸型は、1935年に、同じ大連航路へ就航したばかりの、吉林丸型火客船を、さらに改良したもので、基本設計はバイカル丸以来ウラル丸などの大連、航路線の流れを組む上気タービン推進の、高速火客船である。主任設計者は、 他の大阪商船新鋭船と同じく、和辻春樹が担当した。和辻は、シアーとキャンバーを廃止した、高千穂丸の船体設計により居住性や、建造の容易さを高めて、好評を博していたところ、本船もシアーキャンバーを廃した典型的な、和辻デザインとなっている。新鋭の高速船ということで、機関関係の設備も優秀なものが搭載された。 式会には、吉林丸型や、高千穂丸型で成功した三菱セリーの衝動式、蒸気タービングエンジンを採用した。ボイラーは、水管式で、27kg、平方センチメートルの高圧を発揮する、燃料効率に優れたものである。燃料は、石油ではなく石炭であるが、新型のテーラー式か米自動球炭装置を、日本で、 初めて装備し、16ノットの高い航海速力を維持、できた。建造は、三菱長崎造船所に発注され、1936年9月19日、寄港、翌1937年2月浸水、同年7月31日に竣工8月14日就航した。1937年8月15日に、神戸港から大連への初航海に出た。 太平洋戦争が勃発しても前半は徴用されず、そのまま民間船として運航された。1943年8月29日に、航海で貨物船、長潤丸と衝突し、相手方を沈没させる事故を起こしている。戦況が悪化した、対戦後半になると、輸送船の不足から黒龍丸も日本陸軍に徴用された。 ルソン島への増援部隊輸送のため、1944年8月に、非73船団に加入して、文字港を出たが、機関の肺炎の色が国的潜水艦に発見される、危険が高いとして、水穂丸アラビアマルと共に分離された。3隻で、元25船団を編成して、解剖艦3隻の護衛で9月4日に、高尾港へ到着。 さらに別の護送船団に加入して、マニラに到着した。兵員や物資を揚陸後、日本へ帰国する遭難船員、一般民間人、傷病兵など695人を収容し、10月21日に、また30船団に加わって、マニラから高尾へ向かった。しかし10月24日0100、ルソン島、ボヘアドール岬北西洋上で、 不限2番戦争、機関室に、魚雷1本ずつが命中し、1時半にスクリューを、ゆっくりと回しながら横転、選手から沈没した。乗員を除く乗船者のうち324人が、行方不明となった。その後、魚雷は、シードラゴンからのものだと判断されたが、シードラゴンは国流丸の飛来時刻には何ら、戦闘行為を行っておらず、 ほぼ同じ時刻に、7500トン級輸送船に魚雷を2本、命中させたスヌークこそが、黒龍丸を撃沈した真の潜水艦の可能性も、ある。なお、スヌークの戦時日式祭の時刻と、日本側時刻との時差は、約1時間である。日本側が、プラス1時間。ありがとうございます。